松田的スーパーヒーローラジオ特撮で遊ぼう。特撮で遊ぼうは特撮というジャンルをさまざまな形で遊んでしまおうというコーナーでございます。はい、今週のテーマは特撮の完璧なネーミングです。完璧なネーミングね。完璧なシャホ。じゃあいつ行きまーす。戦闘員三原王次郎さんからいただきました。ありがとう。特撮の完璧なネーミングですが、仮面ライダージオウのラスボスであるアナザーディケイドを挙げさせていただきます。はい、ジオウに登場する怪人であるアナザーライダーは、すべて歴代仮面ライダーの歴史を歪めて作られた存在なのは周知の事実ですが、その中でラスボスとして抜擢がされたのが、ジオウと同じく歴代仮面ライダーの力を使うディケイドの歴史から生まれたアナザーディケイドでした。これだけだとそれまでのアナザーライダーと同じネーミングじゃないかと思われますが、英単語のアナザーディケイドにはさらに10年経って、いやあと10年といった意味が含まれています。ディケイドと同じ歴史から生まれた別の存在という意味でのアナザーのディケイド、そして仮面ライダージオウはディケイド放送から10年後に始まった番組という意味でのアナザーディケイドというダブルミーニングはうまく考えられているなと思いました。ということでね、知らんかった。こういうところで教養が、いや出ますね、出ますね。アナザーディケイドというワードが英単語としてあるということを知らなかった。確かに、ワンアフターアナザーみたいなこと聞いたことあるね。なんかそういうこう英語がちゃんと分かりゃそういうことやんって分かるけど、分からへんでもアナザーのディケイドやなって言って見れるっていうね。普通に他のアナザーなんとかあと一緒やと思ってた、ね、へえ。こういうのがあるからもらうよね、人々と共有する醍醐味だよね。いや、そう、うん、あ、そうやったやるなる、うん、じゃあこちらも行きましょう、うん、戦闘員ビントギベさんからいただきました。ありがとう。特撮作品で完璧だと思った名前は B ロボカブタックに登場する飛びますカイです。あ、飛びますカイはカブタックのジャンプ力を強化するために登場したサポートメカで、はい、口癖が飛びますなんかなんか芸人さんいらっしゃったよね。あ、いや、コメディアンの坂上二郎さんの持ちネタだし、流行したのは80年代だそうです。我ら生まれてはないですね。はい。それ飛びますというまさに空を飛ぶためにつけられた完璧なネーミングで、かなり好きな名前ですという。どこにアクセント持ってってるんだろうね、実際。確かに。飛びまスカイなのか、飛びますかいなのか。いや、絶対飛びますかいやろ。飛びますかいか。知らんけど。飛びますかいじゃないのか。わかんなくなっちゃった。なんかこういうのってね、アクセント問題で、通話後とかに、あれ前回なんてアクセントでやったっけみたいなことがね、あるあるだと思うんですけれども。飛びますって言うや。めっちゃ直接的やね。すごい。おもろ。これはジャンプ力を強化するためなんだ。じゃあもしかして飛んではない？あれフライではないってこと、ジャンプってこと。ジャンプなんだ。なんか結構双眼鏡に羽生えたみたいな感じで、しかも後ろにもこうね、そのジェットみたいな、そうみたいなのがあるから、ブーンって飛んでくれそうやのに、ジャンプ力一体君は戦い方気になるな気になりますが、じゃあ次も参りましょう。はい、戦闘員グラムさんからいただきました。ありがとう。機械戦隊ゼンカイジャーのゴールドツイカーが思い出されたと。金色の追加戦士なのでゴールドツイカー、ゼンカイジャーでしか許されないネーミングと初めて聞いた時には笑ってしまいました。そんなことないよ、海賊のゾクと6人目のシックスからゾックス、フリントロック式ピストルからフリント、真剣ジャーの刀からカッタナー、オーレンジャーの調力からリッキーと、それぞれの名前も分かりやすく、すごく全開能だったなと思いますということで結構ね、戦隊ではありそうな気はせえへんではないけど、ね、こういう名前の付け方愉快でいいよねっていうのはすごい思う。だから金色の追加戦士なんか今までいっぱいおったのに今やってんだから。そうだすごくない？今までおったっておかしくないの。確かに今だって言って
だから分かりやすくて、あの、うん、人にそのキャラクターを紹介するのがすっごい分かりやすかった、うん、そのゴールド追加一家っていう金色の追加戦士がいるんですけどって、追加戦士さえ知ってれば伝わる。そうだね、あのトネさん、トネ先輩は追加戦士っていう文化を知らなかったんだよね。あの結構世代が違うので、何追加戦士って、ね、ってなっちゃって、なんかあ、そうかって、でも確かにそうだよなって、我らはちっちゃい時から追加戦士が当たり前の生活だったけど、通ってない人からしたり、その世代じゃない人からしたりしたら、追加戦士ってなるよなって思いましたね。だからこそ45作品目まで来て、うん、もういいんじゃないね追加戦士というのはみんな馴染んだだろう、追加にしちゃおうっていうことができたのかもしれませんね、うん、面白いな。あの、こちら戦闘員新切り星さんからいただきました、ありがとう。思わずああなるほどとなった特撮作品の完璧なネーミングは、うん、仮面ライダーエグゼイドの仮面ライダーブレイブこと鏡ヒーローです、はい、知らんのこれは。彼の名前はヒーローの鏡、鏡ヒーローねを意味しており、はい、ロールプレイングゲームの勇者、はい、そうだね、ブレイブやな、うん、確かに。だから英語だとブレイブだから、その勇者ヒーローみたいなのもあって、ヒーローの意味も込められているそうです。という花屋タイガは、花屋タイガはバンバンシューティング、どういう、そういうことやったんや。なんかヒーローってね、最近男の子の名前で聞いたりとかもするから、はいって。そう、声優さんにもいらっしゃるもんね。ね、そう、全然こう、そういうもんかって思っておりましたけれど、ヒーローの鏡、なんかもう、医者の鏡っていう印象があったんだよね。そう。でもお医者さんも一人のヒーローだもんね、思えばね。まあまあそうね、うん、わそうか、なんかヒーロー前とした方ではなかったじゃん、うんうん、どっちかというと圧かけるタイプの人どちらかというとね、だったし、うん、なんかちょっと距離感もあったから、うん、まさかそういうとこから名前がついてるとは。違いはね、いつもそんなことよりなんか早口言葉が大変するじゃない。いや、そうそうそう、早口言葉ではないんですけど滑舌言葉滑舌試され言葉は大変そうっていう感じがでかかったんですよね。だからなんかお医者さんっていう印象があったけど、なるほど、面白い。いや、すごいね、本当に私、穂村咲人さんも咲人でさえサーキットから来てるって気づかへんかったからさおい、あんたがポストしてんの見て私知らんかったってなったさっちゃんからサーキットやねって言われポスト見ましたねなりましたけれども、そういうのね、探していくのも楽しいですな、はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。松田的スーパーヒーロー